そしてですね、その調査をしているときに、なんとなんと恐ろしい事件が発覚してですね、これはもう全然公になっていませんが、この業者ですね、日進堂の重役を読んだ日に、任意の警察の事情聴取を受けたその日の夜に、東京湾に車ごと落ちて死んでるんですよ。怖い話でしょ。ブレーキを踏んだのかとかよく分かりません。少なくとも、警察に事情聴取をされた日の夜に、東京湾に落ちて死んでるんですよ。それがいきなり自殺なんですよ。殺されてる可能性あるじゃないですか、 NHK の関係者とか NHK の人にね、NHK って人殺しまでするのかってちょっと恐怖を感じましたけど、ちょっと相当恐怖を感じました。でもビリッときたんですよ。 NHK にとって都合の悪いことを言うやつは、相撲協会からその闇のいわゆる暴力団ですよね、にお金が渡ってるから、 NHK に都合の悪い人間をここで抹殺するための金なんだ。こんなことをですね、職場で実際小声で言われました。こういう汚い世界の中にいて、で、まあこんなのは、まあ別に、ある意味犯罪じゃないんですよ。今言ったように、公務員じゃないんで、NHK の職員は。だから下請け会社からお金をもらおうが、そのね、歌詞を出してくれって言っても、ね、女の子とセックスしてもね、罪じゃないので、ここはもうどうしようもできないんですよ。で、問題になったのはこっちの方、業者の方なんですね。芸能部っていうところ、NHK の芸能部っていうのは、もうこういうね、金と女の汚い環境をやってるから、もうお金の感覚が完全に麻痺してるんですね。で、どんなやり方をするかっていうと、これ、まあ、日進堂という、もう大僕ね、別に名前も隠しもしないんで、業者、日進堂という業者がありました。少なくとも今もあるかどうか分かりませんが。で、この日進堂という業者にですね、例えばこの日進堂という業者がさらに下請け会社からトロフィーをね、7万円のトロフィーを10個買うと70万円でしょ。これを購入してですね、納品してもらうと。ここで70万円の取引が、物と70万円のトロフィーが入りますよね。で、ここから NHK の芸能部に納品されるわけですよ。70万円分、物が。ところがですよ、芸能部っていうところは、こんなものね、70万円でも、うん、ね、70万円かどうかわからないから、200万円請求してくれて、こういうわけです。業者に。200万円。そうすると、業者は200万円請求すると、NHK の芸能部はこれ200万円払ってくれて、こう行くわけです。芸能部は経理局に200万円払ってくれて、伝票を作るわけですね。経理局はもうバカだから、NHK の経理局って本当バカなんですよ。全然チェックしないから。言われたまま200万払うんですよ。そうすると、この業者は、ね、NHK から200万円、経理局から200万円もらいました。で、トロフィー会社、実際、この業者の下請け会社には70万円しか払いません。で、まあ、税金とかここの業者の利益があるから、30万円ぐらいもらうわけです。日進堂さんは。で、残りの余った200万円から70万と30万を引いた100万円が、NHK のこの部長とかにキックバックされるんです。不当なお金が回っていくっていうこと。で、これを、ね、こういう不正なお金のやり取りをしてたのが、この、磯野さんという、チーフプロデューサーです。してたというか、やっていてですね、週刊文春の中村隆太郎さんというんですが、これ今、フリーになってですね、結構、調べてみてください。フジテレビのバイキングとか、みんなのニュースとかによく今出てるみたいですけど、中村隆太郎さんという週刊文春の記者がですね、磯野さんのこの2億円にわたる不正なお金の流れ、もちろんこの日進堂だけじゃないんですが、いろいろな業者を使ってですね、2億円をポッポないな、いわゆる横領してた。これ実際に捕まりました。実刑5年です。5年間刑務所に行ったんですよ、この磯野さんでした。で、これが暴かれたのが4年の7月の20日だったんですね。もうだから今から13年半前、約もう14年前です。僕が報道局というところから編成局に人事異動になったその日の夜だったんですけども、中間文春が NHK のこの磯野さんの不正をですね、記事にするという情報が入ったために、夜の8時に緊急に記者会見を開いて、 NHK の内部の調査で、不正経理が発覚しましたって言って理事たちが頭を下げた。当時は2000万円とかって言ってたんですけど、最終的に調べたら2億円だったんです。で、僕はそのこのですね、芸能部の一連の不正の事件の不正を暴くための調査チームに行ったんです。
行ったというか、もう転勤した先がその編成局の経理っていうところだったんで、最初2000万円と発表してたのがどんどんこれが増えていくんですよ。で、調べていくと、この磯野さんというチーフプロデューサーだけじゃなくて、天海さんや並木さん、そして D、今名前は入っていませんけど、まあ言ってもいいんですけど、柳さんとかね、とかねっていうと、まあ、もう NHK の皆さん分かってるんですよ、D、質問いっぱいいるんです、ここだーって、10人ぐらい。そうすると、多くの人が金額は別にしても、2億円とか何億円とか悪いことしとるんですよ、みんなこれ。ちなみにこの、並木さんでしたら5億円やってると週刊誌に書かれてます。実際この並木さんの方が磯野さんも偉いですから、5億円ぐらいこの人はやったんじゃないかと言われてますが、いずれにしても僕たちが調べた NHK の内部で調べたら20億から30億円も不正なお金が使われていたんですよ、この紅白歌合戦の予算、紅白歌合戦だけじゃないんですけど、紅白歌合戦の予算などを使って、なんとこの芸能部に所属している部長以下、チーフプロデューサー、チーフディレクター、エグゼクティブディレクターが20億、30億円もの犯罪を犯していることが分かったんですね。で、そしてですね、その調査をしているときに、なんとなんと恐ろしい事件が発覚してですね、これはもう全然公になってませんが、この業者ですね、この日清堂の重役さんがですね、なんと東京湾に、車ごと落ちて死んじゃったんですよ。もうこの時ね、捜査2課です、警視庁の捜査2課が NHK さんは本気でやるんですかと、こんなことは、ね、業者にいわゆる高い額、架空の請求書や高い請求書を発行させてキックバックしてるなんていうのは当たり前によくやってることで、テレビ局では当たり前のことでしょと、 NHK さんが本気でやるんだったら警視庁としてもね、ちゃんとやりますということで、実際警視庁は NHK はこういう交渉をしたんです。磯野というチーフプロデューサーが、もう週刊文春の中村龍太郎さんに目をつけられて、証拠まで握られてるから、この磯野の単独犯にしてくれと。この磯野だけが悪いことにすることについては NHK は協力しますと言って、わざわざ渋谷のそのセンターの中の一室をですね、捜査2課の警視庁の捜査2課のためにですね、一つ部屋を設けて、この20億から30億の不正経理の中の、磯野が関わったものだけを警察に出すっていうことをやってたんですね。で、当然ですね、こういう業者が架空の請求書を発行しないとね、70万円とか100万円でするものを200万円で請求しましたっていう業者の、その証言がないとですね、裏付けが取れないから業者を呼んだんですが、その警察が呼んだ日清堂の重役を呼んだ日に、任意の警察の事情聴取を受けたその日の夜に東京湾に車ごと落ちて死んでるんですよ。怖い話でしょ。で、ブレーキを踏んだのかとかよく分かりません。少なくとも警察に事情聴取をされた日の夜に東京湾に落ちて死んでるんですよ。それがいきなり自殺なんですよ。殺されてる可能性あるじゃないですか、 NHK の関係者とか NHK の人にね。なぜこの人が殺されるかっていうと、この業者の人は多分本当のことを言ったんだと思います、警察の事情聴取で。磯野さんやりましたよ、 NHK さんと取引して NHK さんの言うこと聞かないと NHK の仕事取れないから、会社が潰れるから、 NHK の芸能部の天海さんであろうが、ね、並木さんであろうが、磯野さんであろうが、 D さんであろうが、 E さんであろうが、 F さんであろうが、 G さんであろうが、 NHK さんの言われる通り請求書を書いて、で、NHK から入金になったものを NHK のそのね、各ディレクターとかプロデューサーにお金を払ってましたよっていうことを多分こんなことって言ったんでしょうね。そうすると、この業者がね、すべての NHK の芸能セクションの人間と悪いことをしてた、このすぐ本当のことを言うと、単独犯にしたかった NHK、磯野のチーフプロデューサーだけに罪をなすりつけたかった NHK の経営側としたらですね、困ったことになると。で、困ったから、この人を殺してしまったんじゃないかということが、これは推測の話ですけどね、もともと死んだことは間違いないけども、自殺したのか殺されたのかは分かりません、事故かも分かりません。で、この時にですね、僕が一緒にこの内定とか仕事をしていた NHK の弁護士、この間東京最高裁判所の大法廷で NHK 側の代理人と出てた梅田君という弁護士なんですけどね、まだ NHK の弁護士としています。
この話を実際その時してました。でもう殺されたんだよ。で僕はこの時に、NHK って人殺しまでするのかってちょっと恐怖を感じましたけど、ちょっと相当恐怖を感じました。でもビビッときたんですよ。そういえば NHK にとって都合の悪い人間を処分しなきゃいけない、始末しなきゃ、しなきゃいけないっていう話を聞いたことがある、上司から。どの時に聞いたか。それは紅白歌合戦と同じように NHK の大問題である大相撲です。大相撲、相撲協会ですよ。相撲協会にお金を払っていたのは僕です。スポーツ報道センターのところにいました。相撲協会との契約、6年契約をするんですけども、当時一場所僕が やってた時は4億円だったんですね。年間24億円、これをですね一場所5億円に上げて年間30億円にしろと。確か平成、西暦でいうと2000年ぐらいですね。どうして大相撲なんていうのは、民放はもう昔全部民放やってたんですよ。全ての民放がNHK も含めて大相撲中継してました。そこからまあフジテレビが辞めたりとかですね、日本テレビが辞めたりして全部辞めていって、今は NHK だけなんですよ。まあ今はその時から NHK だけなんですね、大相撲中継なんかしてたのは。でそれは大相撲中継なんていうのは視聴率が取れないから、もう民放は撤退していった。でかつ2000年ぐらいにですね、暴力団の対策の法律が厳しくなって、暴力団と付き合ってると会社自体がまあ、いろいろと取引ができなくなる、銀行とのね。そんなこともあって民放は撤退していったんですが、 NHK はなんと4億円の放送受信、放送権料をですね5億円に値上げしたんです。でバカじゃないもんって僕は思いながら、これね担当者としてバカじゃないのかこの選択と思って、言ってたんですよね、上司にね。これなんで相撲協会値上げするんですかと。もう若乃花も高乃花も引退をして、ね、視聴率はもう2桁台から1桁台に落ちてきて、民放はどこもやりたがってないものをね、こんなものにお金払って値上げしてどうするんですかって言ったら、いや立花だなと、当時のセンター長ですよ、日向さんというセンター長、あと赤津さんという CP に言われました。あのな、相撲協会っていうのは、まあ、当時まあ僕は花ちゃんと呼ばれてたんですけど、花ちゃんと相撲協会っていうのはこっちの世界としっかりつながってるんだと、ね、NHK にとって都合の悪いことを言うやつは相撲協会からその闇のいわゆる暴力団ですよねにお金が渡ってるから、 NHK に都合の悪い人間をここで抹殺するための金なんだ。こんなことをですね職場で小さい小声で言われました。へえ、そんなもんなのかなっていうか、もう僕にはまだねそんな立派職ですから、それを撤回させるような力も当然なかったので納得できずに、これは払ってましたっていうか、こういう契約書を作ってですね、僕払ってたんですよ。実際年表、支払い年表2ヶ月ごとに切ってましたから、5億円請求書もらってね、相撲協会から。だから結局この相撲協会を使って NHK がまさに闇社会の暴力団にですね、暴力団に NHK の受信料がこうやって流れていくわけですよ。で暴力団はそのお金をもらうために NHK にとって都合の悪い人をこの世から抹殺すると、こういうメカニズムなんです。怖かったですよ僕、だからこれを知ってたから。この流れ、自分が払ってる相撲協会の金は暴力団にも流れていて、こういう芸能の問題を内部告発をしたらですね、殺された人もいると。めちゃくちゃ怖かったです。僕が週刊文春で内部告発したのは2005年の4月なんですけど、いやーもうね黙ってよと何度も思いました。でもこれは黙ってられない、やっぱりこの人だけが悪いんじゃないか、ね、これね芸能部、 NHK の芸能部というところでやってるんですよ、みんなやってるんです。でもね、週刊文春の中村龍太郎さんに暴かれた磯野さんだけが一人悪者になってるようなことをするから、僕はそれは違うでしょってやったんですけど、言ったんですけど、 NHK としたら一人ね大きな組織で個人的に悪いことをしているのは国民もね、それはたまにはあるだろう、許してくれると。でも組織的に犯罪をしているのはこれは許してくれないから、どうしても磯野の単独犯にしなきゃいけないんだっていう方針で NHK 動いたんです。で僕はもうそれ許せなかったからね、ちゃんとごめんなさいをして、国民に悪いことは悪いとごめんなさいをして、もう紅白歌合戦なんかやめてしまえばいい、
LHK に芸能部なんていらない。もう芸能部はこういうね汚い芸能プロダクションや、ね、暴力団とつながってるから、 NHK はその報道とかスポーツとか教育とか福祉とかそういうことをすればいいじゃないかと。民放が芸能なんてやるんだからと。まあこんな話をしてですね、やってたんですけど、まあね、いまだに紅白歌合戦やってますよね NHK。 皆さんの声を聞かずに、これはいまだに NHK の芸能セクションが暴力団や、ね、芸能プロダクションも一緒ですよ。相撲もいまだにやめないでしょ。だからね、僕ね NHK の受信料なんか払うことないって言ってるんですよ。 NHK なんか見るのはね、こういうことがわからない人たちはちょっとちゃんと理解をしてほしいんですよ。でだから僕は NHK なんて紅白歌合戦も見ないし、当然相撲なんかも見ないし、今若乃花貴乃花か一生懸命相撲協会と戦ってますよね。でも被害者であった若乃花貴乃花の部屋、貴乃花がですね理事を追いやられてっていうような状況になってるのは、もうまさにその大相撲協会と NHK なんて本当に似ているし、組織の不正を正そうとすると、暴いて正そうとするとその人一人が集中放火されて潰されるんですよ。僕がこの相撲協会に年間30億もお金を払ってるっていうことを週刊誌に言った、ね、これが僕は懲戒処分だって言われて 1ヶ月の出勤停止になったんですよ。こっちの人はね、この天海さんって磯野さんは懲戒免職になりましたけど、この人が2億円もお金をその横領されたからという理由で、ね、ちゃんとチェックできなかったという理由でこの人6ヶ月なんですよ停職ね。確かに6ヶ月の停職処分受けてます。でもその後もバンバン出世してますから。で僕は国民が知るべき大相撲の放送権料が4億から5億に上がって、ね、ちなみに高校野球は無料なんですよ。で大相撲なんていうのはそのNHK は幕下あたりからやってるでしょ、2段2段とか3段目。これもね、もうこんなの誰も見てないのにやめたらいいじゃないかっていうと、いやいや、その田舎のその力士がね、田舎から力士になって幕下でね、デビューするとか序二段でやると なると、そこの地元の人は政治家に圧力かけるんですって。うちの子供がとか、うちの親戚が相撲でやってるから、先生の力で NHK のね相撲中継を序の口からやってくれみたいな圧力が NHK にかかってくるんですよ。まあそういう、まあちょっと本当、圧力も言いたいこといっぱいあるんですけど、もうね、今話題になっている紅白歌合戦やこの大相撲、このいわゆる芸能ですよね。これはもう本当にもう汚い世界です。ね、もう変なお金が流れ、女性の体がね、すごい流れ、場合によっちゃ暴力団や人殺しが起こっているようなことを、いまだに NHK やってるんですよ。で、こんなところに、お金を払わなきゃいけないっていう法律があることがおかしいわけで、これを変えていくのが NHK から国民を守る党の公約であります。この NHK 問題しっかりとですね、何が問題なのか、僕はしっかりと理解をしているからこんな活動を長年続けているんです。ですから今僕のね活動は NHK に受信料を払わないようにしようというところらへんの一点に、ですね、前面に出してますけども、根底にですねNHK と政治家の結びつきや NHK と暴力団との結びつき、そして真面目にというか正直に告発した人がですね、人殺しに遭うというより殺されてしまうようなことをですね、目の当たりにして見てるんですね。ですから命がけの戦いをしているということを、これは僕は胸を張ってというかね、自慢できるものだと思ってます。NHK と戦うということはまさに命がけの活動であってですね、この活動が多くの方に評価をされて、新しい年を迎えることができました。紅白歌合戦の花きらびやかなというかですね、その華やかな部分だけを見て、喜んでる場合ではありません。皆さんの声、皆さんの中でですね、どうして NHK は紅白の出場歌手を国民の皆様に決めてもらえないのかっていうところをぜひ考えていただいてですね、NHK の問題、今年もですね、鋭く追及していきたいと思いますので、NHK から国民を守ると、そして立花隆一人放送局、そして立花隆一個人を、本年もよろしくお願いいたします。パチプロ政治家 YouTuber、N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ。ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何が起
客にさ、多分ロイのお客さんの方めっちゃ一発で来てるよ。お客さんはもう来るのよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。